パスカリス2世は、第160代ローマ教皇。1099年、サンタマリアデルポポロ教会を建てた。伝説によると、この場所には、ローマ皇帝ネロを埋葬するドミティアヌス家の墓があり、そこに生えていたクルミの木に悪魔が住み着いていると、人々に恐れられていた。パスカリス2世は、夢に現れた聖母、マリアのお告げ通りに、クルミの木を切り倒し、ネロの遺体を焼いて、 異界をテベレ川に流したところ、悪魔は現れなくなったという。そのことを感謝して、パスカリス2世が市民に呼びかけ、聖母マリアに捧げる教会を建てたと言われる。また、カンタベリー大司教アンセルムスと聖職助任権をめぐって対立していた、イングランド国王ヘンリー1世が聖職助任権を認めることを求めた際に、これを拒否した。 1110年、聖職序人権闘争の解決を図り、ローマ遠征を決行した新生ローマ皇帝、範ンリヒ五世に、111 11年、皇帝が完全に教会の序人権を放棄することと、教会が世俗的な土地、財産を返還する合意を結ばされた。第1回十字軍の後の1113年、プロヴァンスのジェラールに対して、騎士修道会として正式な承認を与えた。 これが中世ヨーロッパの三大騎士修道会の一つの聖ヨハネ騎士団である。ありがとうございます。